い、ワンピースが大好きな神木です。ワノ国編でですね、まあ、96巻が出た時に全伏線回収開始とですね、キャッチコピーがまあ目打たれたぐらいですので、ワンピースのそれまでの伏線というのがたくさん回収されているっていうのが、まあ、ワノ国編の大きな特徴の一つでもあると思うんですけども、鬼ヶ島に行く前ですね、まあ、それこそスマイルの名前の由来とかですね、勘十郎の聞き手問題とかですね、すごい伏線回収っていうのが多かったんですけども、これってですね、鬼ヶ島に行ってからでももうたくさんあるんですよね。というところで今回は鬼ヶ島に上陸してから、鬼ヶ島で戦い始めてから回収されたワンピースの驚くべき伏線たちを10個紹介したいと思います。皆さんの中で印象的だった鬼ヶ島での伏線回収ありましたでしょうか？ありましたらぜひコメント欄に書いていってください。よろしくお願いします。はい、それでは鬼ヶ島で回収された驚くべき伏線1つ目、ナンバーズがパンクハザードで作られた古代巨人族の失敗作だったと。これですね、ナンバーズの謎がこう明るみになり始めたと言いますか、何よりももう10年前ぐらいだと思うんですけど、その時に通過してきたあのパンクハザード編が今になってまたすごく重要になってるというのが驚きましたね。もちろんパンクハザード編に入った時にあの看板ですよね、オーズみたいな角が生えたねやつが真ん中にいて、海軍のマークとか危なっかしいなんかマークがあるっていうのは分かってたんですけども、あの真ん中のやつは何なんだろうと思ってたらですね、ここで繋がってきたんですね。おそらくあれは古代巨人族を研究してますと、そういう研究をしてる施設ですよという意味だったと。これもまだ確定ではないんですけども、そうっぽいですよね。そして最近ではアルベル、まあキングですね、もうパンクハザードで何かしら人体実験をされていた、カイドもそこに捕まっていたというのが分かって、パンクハザード編の回収が始まり始めたというのがめちゃくちゃ熱いところでしたね。2つ目、ボロブレスを切ったホムラサキですね。これめちゃくちゃ熱かったですよね。ティンエモンが出てきてワノ国の侍だということが、まあそれこそパンクハザード編で出てきて、スマイルがね爆発して燃え上がると言った時に、ティンエモンがその時ちょうど胴体がくっついてね、すぐバシッと切ったんですよね。炎も切り裂くホムラサキというのが出てきたんですけども、そのホムラサキがねカイドウのあのボロブレスを切ることになるとはというので、もうこれはまあ熱かったの方が近いと思うんですけども、一方では伏線回収みたいなところもあると思うんですよ。ティンエモンがあの炎を切れるという奥義というか、狐尾流というのを身につけてるっていうのはある意味カイドウを倒すための技でもあったかなというところがあるんですよね。もちろんカイドウが強すぎますので、赤財国男が束になっても勝つことは難しいんですけども、それでもね炎というあの一撃で一矢報いた感じがあるじゃないですか。そこがね狐尾流というその流派すらも後々の激アツバトルに踏襲されるというところが熱かったですね。3つ目、これもですね、まあ伏線回収というよりもちょっと前のことがその人がやって激アツだったというところなんですけども、おでん二刀流をやった赤財国人男たちと桃源戸塚ですよね。本当におでんの石を戦いの中で受け継いで見せてる。おでんがね、まあ二刀流というのは分かってたんですけども、他の赤財国人男も狐尾流とか、まあいろんな流派があったわけですよね。カッパ流とかですね、いろんな流派があったんですけど、そこにおでん二刀流というものをかぶせてきて、おでんの思いをその刀にね乗せて攻撃をする桃源戸塚とかもそうですよね。おでんがカイドウに傷をつけた桃源戸塚なんですけども、おでんはバッテンをね一人でつけたんですけども、赤財国人男みんなでやった桃源戸塚っていうのは4人で真ん中からこう切ってるんですよ、一人ずつ。そこがねもう伏線回収とはちょっと違うんですけど、過去のシーンをオマージュしてこれ以上にない激アツバトルを描かれたというのが最高でしたね。4つ目、ヤマトの能力ですね。ヤマトの能力はですね、本当にいろんな考察をされたんですね。歯がですねガルルルとこうとんがって出てきた時とかですね、いろいろ噂されましたし、私もたくさん考えました。私はですねキリンじゃないかとか白虎じゃないかとか、いろんなことを考えたんですけど、蓋を開けてみたらですね、犬の実大口のマカミということで、まあなんやねんそれというのを最初は思ったんですけど、調べていくとですね、もうそれしかないんですよね。ヤマトはもう明らかにヤマトの国から来てるヤマトじゃないですか。そしてそのヤマトの国で信仰されてきた、昔は狼がですね神様という一面があって祀られてたりしてたんですけども、マカミですよね。マカミというものが今思えば割と単純だと思うんですよ。ヤマトがマカミを宿してるというのはすごく単純なんですけど、その当時はねもう全然わからなくて、やられたなというところもあり、綺麗にその名前を回収したなという感じがあって、最高に面白かったですね。まだヤマトの能力はですね全部は明らかになってませんので、このピンチのね鬼ヶ島を救うですね、まだ一助になる能力なのかもしれませんよね。また花の都を救うとかですね、ひいてはそのワノ国の開国の一助になるとかですね、そういう可能性もあるんじゃないでしょうかね。楽しみですね。5つ目、これは一番大きいかもしれないですね。というか長い年月を経てそれが書かれたというところなんですけど、エ
エースのビブルカードはヤマトが作っていたと。これですね、アラバスタ編ですよ。あれもう何十年も前というか、もう20年近く前のあのよくわからない紙がビブルカードだったんだというのが一旦仁王ヶ島のところで回収されたわけなんですよね。そしてそれがさらに作り手がヤマトだったというのが鬼ヶ島、まあ、100巻ぐらいで初めて明かされたというのが、これも熱すぎますよね。99巻だったかな、熱すぎますよね。とにかく18巻ぐらいで出たその紙切れがこんなに面白いってないですよね。紙切れで面白いことあります？僕ないです、ほとんど。紙切れ1枚にもね、いろんな意味がちゃんと乗っかってくるというのがワンピースの面白さですよね。そしてそれがまたエースとヤマトの思い出にも引っかかってるというのがもう本当に最高ですね。これぞワンピースといった伏線回収なんじゃないでしょうか。6つ目、金右衛門の傷ですね。もう金右衛門ね、カイドウにグサッとやられてね、死んだと思ったじゃないですか。桃之助もね、絶望を感じてね、金右衛門の名前を叫んでましたけど、実はあれは致命傷になってると思いきやそうではなくて、オペオペの身で切られた部分が実はまだうまいことハマってなかったという驚きのですね、九死に一生の中でもかなりびっくりな描かれ方をされたんですよね。いやもうね、あの時はさすがにダメだと思いましたよね。そしてもうダメである意味いいと思ったんですよ。金右衛門とかもう侍たちはそういう覚悟で鬼ヶ島決戦臨んでますので、カイドウはね、ルフィが撃つということを信じて亡くなっていくのであれば、それはそれでね、侍美学なのかなと思ってたんですけど、ちゃんと生きてたというのがですね、びっくりしましたね。あれは伏線回収というか、絶対にあのオペオペの身で切られた金右衛門もですね、小田先生はあの時は絶対そういうことを今後書こうとは思ってなかったと思うんですけど、上手にですね、そこを持ってきて面白い感じで書いてくださったなというところですよね。7つ目、ロビンの魚人空手ですね。これも私チャンネルでも何回も言ってるんですけど、好きなんですよね。ロビンが確かに新世界編でこの小艇みたいな技をですね、たくさん繰り出してたんですよね。それが実は革命軍のコアラたちに教えてもらったということが今回ブラックマリア戦で明かされて、全然気にもしてなかったところが結びついたという、これは伏線回収と言っていいと思うんですよね。コアラは扉絵でもね、クンフージゴンたちにこの小艇みたいなものをですね、教えてましたし、明らかにもこれは書こうと思って仕込まれてた部分だと思いますので、やられたなというか、めちゃくちゃ面白いし熱かったなというところで、入れさせてもらいました。8つ目、双龍図ですね。まあ1025話のタイトルにもなってるように、双龍図っていうのが描かれました。28歳になった桃之助とカイドウですね、お互い龍になった状態で空で向き合うというシーンがあったんですけども、もうこれはね、待ちに待ってましたというところなんですよね。小田先生がワノ国編に入る前、京都麦わら道中記の時ですよね、ワノ国、まあ、京都に取材に行かれて、建仁寺っていうところに行かれてですね、そのお寺の天井に書かれてる双龍図っていうのをメモされてるんですよね。そういうのがちゃんと残ってて、そこを書きたかったんだろうなってですね、ずっと思ってたんですけども、本当にここでやっと結びついたというところなんですよ。もうあの見開きを書きたいがために、ワノ国編っていうのは全部進んでたんじゃないかと思わされるぐらい、おそらくあれっていうのはもうかなり思い入れがあるというか、絶対に書こうと思われて書かれたものだと思いますので、いや見事なね、原作外の小田さんのメモではあるんですけども、回収されたなというところで、これはワンピースオタク冥利に尽きるというかですね、そういうことを知ってる方々っていうのはめちゃくちゃ熱かったと思います。はい、楽しかったですね。9つ目、満月の描写ですね。まあこれはですね、二重にかかってたっていうので面白かったんですよ。というのも、満月になるとミンク族が数論化できるということが、まあ散りばめられてましたよね。次に戦う時はミンク族の真の力を発揮するんだみたいなことを言ってまして、火祭りの日も満月だということが散りばめられてたので、あ、鬼ヶ島決戦ではね、満月の輝く夜に戦って、いろんなミンク族が数論化して総力戦するんだろうというのは分かってたんですけども、まあ、そこがもう熱かった、もうそこで回収されたというのも一段階あるんですけども、その後ですね、雲で隠れた満月を覇王色のぶつかりで開けたという、雲をバッとですね、天が割れたという、あそこにまた持ってきたというのが熱かったんですよね。数論化にも満月というのはかかってるし、覇王色のぶつかり合いにも満月というのはかかってたんですよね。天を割って出して、そして数論化をまたさせるようになったというところで、満月一つでいろんな作用が働いてるとか、いろんな物語がまた展開されてたというところで、見事だなと思って面白かったですね。しびれましたね、かなり。最後10個目、キッドの左腕ですね。もうね、キッドの左腕がなくなったのはこの戦いをね、制するためだったんじゃないかと思わせるほどのことだったんですよ。キラーがですね、バジル・ホーキンスをやっつけたあの戦いですよね。いわゆるバジル・ホーキンスの中にはキッドの人質があったわけなんですけども、まあ、それだとどうしてもね、やっつけられないと言った時に、左腕をバスッと切ることでその戦いを有利に進めることができたと。そこがね、もうキッドでしかありえないじゃないですか。伏線回収というよりも、伏線回収と言えるぐらい本当に左腕がなくなったのは、もうワンピースのそのバトルを書くための天命だったんじゃないかと思わせるほどのものだったので、入れさせていただきました。
はい、いかがだったでしょうか。皆さんの中でもですね、たくさんあると思います。鬼ヶ島で回収されたもの、もう鬼ヶ島っていうのはワノ国編の中でもまだちょっとなんですよね。土地から見てもちょっとした場所なんですけども、もうこれだけ回収されてるというところが最高に熱いですよね。まだまだこれからも回収されていくと思いますので、一緒にワンピース楽しんでいきましょう。はい、それでは最後までありがとうございました。じゃあね。